ペイ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 はい、えー、今回ですね、このペイペイ、僕電子マネーのペイペイを使わせてもらってるんですけども、このペイペイチャンス最大1000円が当たるみたいなのあるじゃないですか。これ3番、これ3番、ソフトバンクワインマーケータリムロケタイズのお知らせでバイ。なんか、なんかとりあえず、まあ当たるみたいなあるじゃないですか、キャンペーンやってるんですけど、もう本当当たんのが自分みたいなね。はい、えー、で,で、で <laughs>、 これね、直近で僕1ヶ月ぐらいに4回当てたんですよ。これ4回当てたんで、ちょっとその秘話をね、ちょっとお伝えしようかな。なかなか4回ってなかなかすごいですよね。この1ヶ月圏内ですね。1ヶ月でだから4000円ですね。ちょっとこれね、ここはびっくりして、ちょっとすいません。ミスりました、スクショ。これ1000円当たりました、当たりました、当たりました、当たりました。で、な,なんでこれ、まあ、1ヶ月以内にこんな当たったのかっていうと、 まあですね、僕はあの全国でいろいろ行くんですよ。で、あのーまあ、これ分かんないですよ。これは僕のあくまでも憶測というか、まあ、4回当てた僕の経験談からちょっとこうなんじゃないかなっていうのがあるんですけど、要はね、違う店舗で使うとてことですね。いろんな店舗で。例えば僕びっくりしたのが、ライライ亭だったかな。ライライ亭っていうラーメン屋さんあるじゃないですか。雷雷亭だったかな雷雷亭 来来亭ですよね。あった。ここの来来亭でも PayPay ペペ入れてたんですよ。こイ来,来亭でも PayPay ペペ入れてたんですね。こうね。こう。これ全国にチェーン店あると思うんですけど、PayPay ペペ入ってたんですよ。マジでみたいな。<laughs> ラーメン食うじゃないですか。700円ぐらいの。で、PayPay ペペで決済したら、これ1000当たって <laughs>、もうラーメン代ただやん、みたいな。<laughs> だから今はね、まあ、店舗にもよると思いますけど、PayPay ペペ入れてるところもありましたね。 で、要は、いろんなとこで決済をするっていう。コンビニも違う店舗でとか、あとリアル店舗ですかね。リアル店舗とかでいろいろすると、なんか、まあ、するとというか、まあ、いろんな場所でするってことですね。まあ、大体その、一定の地区じゃないですか。まあ、僕はもう、全国で車でガンガン回るんで、いろんなとこ行くんで。 まあ、その、それあるのかなっていうのは思いましたね。だからい、ある一定の地域で、例えば毎日行くセブンイレブンでね、毎日行くセブンイレブンで PayPay ペペで決済したとしても、多分月4は当たんないと思うんですよ。多分。<laughs> 月4当たります多分当たんないと思うんですよね。だから、いろんな店舗でこう、やると、なんか確率は当たるんじゃないあ、あの、当たるんじゃないかなっていうのが僕の見解ですね。ちょっとびっくりしましたね。4ヶ月でこれは。 これはね、本当にびっくりして、ちょっとスクショミスしました。これすごいですね。だから買い物して、あ、そうそうそう。タバコを買って、タバコを買って、タバコ500円で買ったんですよ、ペイペイで。しゃあし1000円当たるみたいな。タバコ五500円だけペイペイで決済したんですけど、じゃた1000円当たるみたいなね。どういうことみたいな。だから今、あのペイペイね、あのー、今1000万人ぐらい利用してるんですよね、ペイペイ で、ぶち抜いてるわけですね。電子マネーの中ではぶち抜いてますね。ペイペイ利用者、どれぐらいだペイペイ利用者。ペイ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 利用者。はい、1000万、あそうですね。1000万人。はい、1000万人。100億円、うん。まあ、そのペイペイがね、うまくいった理由は、まず、まあ、その店舗さん。まあ、圧倒的にその店舗、 にデメリリットなく、まあ、フリー戦略ですよ、ね、もうソフトバンクのその孫さんのもうフリー戦略ですけどもう店舗に置いてもらうととにかく置いてもらうで店舗に全くリスクがない逆に置かない方があれなんじゃないみたいな置いた方がいいんじゃないみたいな話であのー、なんだ決済手数料もゼロとかね全部全部ゼロみたいな感じででやっぱ店舗多いですよねであとは、まあ、この PayPay ペペの その伸び,伸びた理由の最初その100億円還元キャンペーンやって一時,一時的には伸びたけれどもその後やっぱバンって下がってしまったとでそれであのなんスーパーですかねスーパーとか庶民が使うところにどんどん導入してっただから確か11時から14時ぐらいまでのスーパーとかで買うと20%戻ってくるみたいなやったりとかでそうやってその 身近にしてった電子マネーをより身近にしてったっていうところで、まあ、この PayPay の戦略はすごかったですね。まあ、僕もまんまあとハマりましたけど、ハマってますけど。うん。だからその電子マネーって今いっぱい出てますよね。だ,だけど PayPay ペペが独人勝ちした理由はやっぱフリー戦略ですよね。うん。だからここから学ぶところはたくさんあると思いますし、やって餌の巻き方がうまいですよね。やっぱ僕これ4回当たって4000ですよ、もう。 やっぱこれ当たって、じゃあ、やっぱまた使おうと思うじゃないですか。絶対まあ当たればまた使おうと思うんで。<laughs> これはうまいなと思いますけどね。うん。おめでとうみたいな。4つですね。1ヶ月圏内で。そう。だ本当にあの、今消費税上がったじゃないですか。消費税上がったんで、その、そこどこで還元するかっていうと、僕は決済システムというか決済、電子マネーを、うん、本当に 使ってってやると、その消費税分上がったけども、その今今出たばっかなんで広める段階なんでこういう恩恵を受けられる。だから以前そのペーペーを広めてる時きに、さ変なおっさんが何がペーペーだよみたいなね、なんかその派遣社員の人がファミマでなんかそのチラシ配ってたんですよ。でこれどういうあったらみたいなペーペー入れてくださいみたいな。そしたら変なおっさんが何がペーペーだよ何なんみたいな。<laughs> なんか気嫌いしてる人もいるじゃないですかまあセブンペイはおじゃになりましたけどまあ危ないとかねいろいろあってセブンペイはそのに2段階なんちゃらでダメでやってなくてもうなくなったんですけどそうまあ部長僕 PayPay ペペ今ずっと使ってますけど特に何も問題はなく恩恵を受け続けてますね だからまあ、PayPay ペイペイをね、えー、使った方がいいんじゃないかなと思います。うん、消費税も上がりましたから、やっぱ買い物するときは、あのー、なんだろうな、電子マネーを積極的に使ってみるっていうね。何でもやっぱ使ってみて体験してみるっていうことが大事ですよね。だ僕も最初、だから一番最初、PayPay ペイペイが100億円キャンペーンやったときに乗り遅れたんですよ。で、次の第2弾ぐらいで入ってったんですけど、 やっぱりもうだいぶ、しかもね、使えば使うほど戻ってくるんですよ。だからね、面白いですよ。なんか PayPay で決済すると、なんかいくらか戻ってくるんですよ。少額。<laughs> だから買い物しづるけど PayPay ペペ戻ってくるみたいな金額。なんか10円戻りましたとか、15円戻りましたとか。ね、多分消費税上がったけれども、まあ、こういう恩恵をね、今ばらまいてますんで、ぜひ使ってみたらいかがでしょうか、ということですね。特にあとソフトバンクユーザーの方は、 もうほんとね、もう囲われてるなっていう、もうヤフーに。<laughs> そう。だソフトバンクユーザーとそのペイペイもそのなんか長期割りみたいな連動ペイ y p a y にしあのさせてるんですけど、うまいなっていう。うん。ま、はい、あそんな感じです。まあこれからもね、これなんかいっぱいまたキャンペーン、キャンペーンまたやるじゃないですか、キャンペーン。あ、これですね。これが結構当たった。あ、これもまた10月1日からまた10%戻ってくる。 スーパーマーケットライフ。5五百円相当プレゼント。結構やってますよね。ほら。うん。いっぱいやってますね。うん。キャンペーン。結構だいぶキャンペーンかましてるな。ただこれ10月キャンペーンでしょキャンペーン。だいぶ。<laughs> あ、終わりおわ。これが終わったやつでしょこれ相当やってますよ。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1三2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8個今現状でキャンペーン18個ありますよやばないですかすげえなぶち抜いてますねぶち抜き具合がやばいですねキャンペーン18個ってやばないですね <laughs> まあとりあえずまあ電子マネーね気嫌いしてる人もいるかもしれないですけどどんどんやっぱあの使った使ってみた方がいいんじゃないかなと思います まあ恩恵を受けられますから、まあ、消費税も上がりましたのでね。はい。ではあ、あとはいろんな全国各店舗で使ってみるっていう、そうすると当たる確率が上がるんじゃないかなと。まあ、僕が1ヶ月圏内でこの1000円をね、4つ当てた話でした。では、終わります。